こんにちは育休後コン,サルタントの山口です今日はですね育休中の方によく聞かれるんですけれども復帰後のですね一日のスケジュールがどうなるのかよくわからないと想像できないというふうに伺うことが多いのでちょっとその辺をですねどういうふういいいいいいに考えたたらいいのかっていうこととを話したいと思いま,すまずですね育休復帰後のスケジュールで一番大事なのは保育園の送り迎えの時間をどうするかということですよね。 で今育休中でまだ保育園が決まっていないという方はですね保育園が決まらないとそこが漠然としててなかなか話が先に進まないのでまず第一希望の保育園に入れたと仮定してみましょう。で一般にあの認可保育園だと。 時、えー、時半かから18時ですかね、えー、基本的な保育時間ですねで朝の延長保育夕方の夜の延長保育とかがある場合もありますのでその辺がどうなってるのか自分の第一希望の保育園ですねそれを調べてみてください。 で次にですね保育時間の間の何時から何時まで自分は子供を預けたいのかというその時間とそれから自分が会社でどのくらい一日働きたいのかというところですよねそこの兼ね合いを決めなきゃいけないんですけれどもえとりあえず、えー、例えば通常勤務もしくは時短でマイナス1マイナス2とりあえず決めていただいてじゃあその時間で働くためには朝何時に会社に着かなきゃいけないのかというところです。 でその時間とですね保育園の時間を考えなきゃいけないんだけどまずですね保育園に行くために家から保育園の時間がどのくらいかかるのかどんな手段でどのくらいかかるのかですよねこれを見積もらないといけないそれから保育園から職場までの時間も見積もってください。 朝の時間帯だったら大体車の人はどんくらい時間かかるとかそれからバスや電車の人はですねこの時間のバスに乗ってこの時間の電車に乗ってこの時間に乗れればこの時間に会社に着くっていうのが分かると思います。そそこをちゃんと見積もっててしいいですねそれかからら保育園についてから すぐ出られるわけじゃないですよね。保育園で、えー、滞在する時間が必要になってきます。最初慣れるまでは10分とかかかるかもしれないです。保育園に着くと、あの荷物を子供のね。あのおむつだとか、着替えだとかを引き出しに入れてとか。 あのここに袋をかけてとかそういう作業がありますのでそこに少し最初時間がかかるので、まあ、最初のうちは10分ぐらい見といた方がいいかもしれませんね慣れれば5分とかでえパッと出られるかもしれませんけれどもそこのところの時間も忘れずに水持ってくださいね。でそうすると保育園にににこのの時時間かからけけるためには家を何時に出ななきゃいいいというのが分かりますそうすると逆算して朝ごはんはこの時間。 そして朝子供が起きるのはこの時間親の自分たちが起きるのはこの時間というのが決まってきますよねそうすると朝のスケジュールがだいいいたかってくると思います。で次は夕方なんですけれどもお迎え時間が決まっていればお迎え時間までに何時に出社すれば出社って退社ですね何時に会社を出ればこの時間のお迎えに間に合うのかっていうところも決まってくるかなと思います。 電車の人バスの人はですねこの電車に乗らないとこの向迎えに間に合わないとかそのギリギリの線っていうのが決まってくると思うのでそこまでに行くためには何時に離席しなきゃいけないというのが決まっています。でそのあたりで あ自分は一日このぐらい働けそうだなという時間も決まってくるのでそこの兼ね合いで例えば保育園の保育時間を少し余裕をみ見ていた人はやっぱりちょっと保育園保育時間もうちょっと30分後ろ伸ばそうかなとか明日早く行こうかなとかなると思うのでそこをですねだいたい決めておいてください。でで帰ってからなんですけれども帰って で家に着いてから寝かしつけまでここが非常に時間的には短いですねだいたい3、4時間の間になると思いますで家に帰ってきてから食事を用意して食べさせてお風呂に入れて寝かしつけをするというその作業が怒涛のようにですね夕方ありますこれ毎日とても大変ですでここの時間をどういうふうに考えるかなんですけれどもまずですね何時に寝かしつけるかっていうのを なん,なんとなく決めといたらいいと思いますねこれ朝起きる時間とも関係してくるんですけれども、えー、実際にはよくわからないというのは子供によって睡眠時間がたくさん必要なことをそうでない子がいますそれから育休中は割とその、えー、昼寝の時間とかですねまぁ、あ、1時間ぐらい昼寝してたという子でも保育園だと1時間半とか 結構昼寝が長い保育園もあるんですねそうすると夜割と眠くならない場合もありますだけど逆にその保育園がすごい疲れるので早く寝ちゃうという子もいてそこもですね子供のタイプによって違いますね例えばうちの子なんかは保育園預け始めの時にあまりにも疲れていたのかですね家に帰ってきてご飯も食べずに床にごろっと横になって寝てしまって ご飯食べてないのにどうしようお風呂入れてないのにどうしようみたいに途方にくれたことがありましたでそのあたりもですね子どものタイプによって違いますのでそこはまあ復帰してみないとわからないわけですけどとりあえず、えー、9時、まあ、よくわかんない人は寝かしつけ9時としてシミュレーションですね時間のタイムテーブルを書いてみてくださいであのタイムテーブル書いてみる時はですね自分と子どもとパートナーですねこの3つの列を 作ってで0時から24時まで1時間刻みの線を引いていくといいと思いますで昼間ですね会社にいる職場にいる時間とか子供が保育園にいる時間は枠だけ取っといて中はね書かなくていいんですけどそこまでの朝と夕方の時間ですねこうやって入れてみるといいと思いますでその場合ですね自分とパートナーで保育園の送りと迎えを できれば一日のうちで分担したらいいと思いますどっちかの人が送りをやったらもう一人の人が迎えとかですねそうするとお互いにある程度職場にいる時間が確保できますのでそれぞれが仕事の役割も果たしつつ育児もできるというふうな状況にすることができるかなと思いますよくですね、あのママがね女性の方が送りも迎えも両方やらなければいけないものと 思い込んでいる方がいらっしゃるんですけどそんなことは全然ないのでえパパが両方やってもいいですしあのそれは夫婦でそれぞれがですねベストな方法で決めたらいいと思います。で24時間埋めてみたらですね、えー、今保育園が仮の保育園なので実際に保育園が決まったらそれをもう一回見直してみてああここの保育園だからちょっと遠いから朝もうちょっと早く出なきゃいけないとかその辺を微調整したらですね復帰前に1回。 そのスケジュールで1日を過ごしてみてみくださいそうすると意外と朝あのこの時間で行けると思ってたけどなんか人が多くて混むからこの電車に乗れないわとかあと車の人は道が混むからこの時間では無理とかいうことが分かってきたりしますしあと子供が起きてから出かけるまですごく時間がかかることに気づいたっていう場合はですね朝出かけるまでの時間を余裕を持たないといけないかもしれないですよね。 ですからそういったことを一回やっとくとあの非常に復帰の時にあのスムーズにいくかなと思います。あとはですね家事ですね家事食事の用意とか洗濯とかそういうものがあのどこでやるのかっていうこともその24時間書いてみればね分かると思いますいや朝やろうと思ってたけど朝は無理だから夜やんなきゃでも夜はここで寝かしつけして寝ちゃったらもう一人の人がやんないといけないとかそういったことがだんだん明確になってきます。 でその時にですねやっぱりここは家電を入れて、えー、自分たちの家事の時間を減らさないといけないねみたいなことも育休中に分かっていればね復帰してからの一日がスムーズになりますのでぜひね今言ったようなところをポイントにして一日24時間のスケジュールを書いてみてそして育休までにできることをやっておくようにしたらどうでしょうか、えー、ぜひやってみてください。